はい、岸田総理は今朝全閣僚を前に、お気兼ねなく堂々と論戦を行ってほしいと呼びかけました、党内では早速、新しい選挙の顔選びが始ままっています。今は何度も申し上げ,申し上げているとおり、政治家としての力を高めることに尽きると思っています。 小林氏をめぐっては若手を中心に待望論がありますが、選挙の顔になるかといえば知名度不足は否めません。党内からは知名度の高い小泉氏が出れば一気に票が流れるとの見方があり、本人も出馬を模索しています。一方、世論調査で安定した人気を誇る石橋ですが、直近の勉強会の出席者はわずか8人と寂しく、今の段階でこれでは無理だとの厳しい指摘もあります。 このほか、茂木氏や河野氏、高市氏らも出馬を見据えた動きを見せています。閣僚経験者は、殺身感が出て、なおかつ安定感のある人は誰なのか、みんな必死に考える1ヶ月になるだろうと話しています。どの候補も、まずは推薦に20人を集められるかが焦点で、構図が見えてくるのはもう少し先になりそうです。